てね。約束だよ。りんちゃん全然誕生日俺教えてくれてない。やばくないかこれ。りんいらっしゃいませ。あれ、いねーじゃん。あれ、りんちゃん今日休み。かなちゃん何飲むの？あー、僕かしおれ。私も何か飲みたいな。あー、かしおれでいい？なんかご機嫌だね。いいことでもあった？そりゃもちろん、ハイト君がお店に来てくれたからね。こんなに嬉しいことはないでしょ。営業臭いな、なんか。かなちゃんはいつもそう言ってお客さん喜ばせてんの？でも、リンも営業で違い。リンのあの赤面見てわかるだろ。惚れてんだよ、ペコーラに。じゃあいつかハイト君にババチンを撫でてもらいたいな。なんか、きっとハイト君もババチンのこと大好きになってくれると思う。なんかリンちゃん、そういう営業スタイルね。うん、いいじゃない。結構好きそうな子も多そうだね。かなちゃん、モテるでしょう。結構そういうの他の人本気にしちゃうから、あんまり他の人にはそういう感じ言わない方がいいよ。自分だけ特別だって思っちゃうかもしれないから気をつけなね。それはあるかも。いいんじゃないの？あ、そうだよね。かなちゃんごめんごめん。かなちゃんごめんごめん。ごめんごめん、りんちゃんと間違えちゃったよ。やばい、ハイちゃんといると時間があっという間なんだけど。でも、どうしよっか。もう少しお酒とか飲んで付き合ってくれたりする？そんなに作りだって立派な仕事なし、ざけんな。やったね。あとちょっとで寂しくなるところだったよ。何飲む感じ？そうだな、ちょっとさ、私もいただいていい？締めの美和子行ってみていいかな。締めの美和子行こうかな。締めの美和子、お客さんが呼んでるみたいだから行ってくる。ちょっと、あ、美和子じゃなくて美和子だった、ごめん。やべ、誰よ美和子って。あ、そう、昨日ずっと美和子美和子したけど、美和子な、ちゃんと覚えないと。女の子の名前を間違えるの最低だぞ。本当に人として最低だぞ。それはありえないよね。おい、どうなげん。見て、おかゆ、おかゆじゃねえや。あ、これでやっちゃったね。やったね。おらね。おらね、やったね。やっちゃいけないことやったね。みこみこ来て、みこみこ、あ、来ない。おい、解散じゃん。出てこい、出てこい。あ、しょうがないな。ごめん、ごめんね。許してくれる？いいよ。確か、かなちゃんは休みの日に、うわ、会話を思い出しながらワードを組み合わせましょう。女性の会話を思ってない男性なんていませんよね。うわ、犬と、公園で散歩だおね。正解。私と話した内容ちゃんと覚えててくれてるんだね。そりゃそうだよ。そういうところ私は好きだな。りんちゃんのことは誰にも私も物忘れに気をつけないとだね。じゃないといつまでたってもダイエット成功しない。待って、りんちゃんじゃない、ごめん。よかった、マイクついてなくて、これ、このゲームに。うわ、ごめん、かなちゃん、ごめん。一緒だと、やばい、やばい、やばい。これは最低すぎる。うん、服着てる、服着てるけど怖いわ。ちょっと待って。反射大丈夫だよな、ちょっと怖いな。瓶怖い。見えないとこにまだいっぱいある。焼きじゃないって、やっぱ言われると思ったの。やっぱ言われると思った。そう、ゴミ袋ね、捨て忘れてる。1ヶ月ぐらい捨て忘れてる。